何がノリや。音うるせえね、どういうこと。音うるせえってどういうことよ。消したら消したで、ミュートでミュートミュート言うし、ね、おかげでこれスマートフォン新しくなったわ。最新機種に変わったわ。ということでね、今日はね、どうもコージーでーす。こちらのコージーです。だってこれエアコンの音、エアコンの、今日ね、今からね、19歳のね、まだこれ業界完全未経験の、女の子をね、面接に向かいます。ナンバの歌舞伎座でね、待ち合わせしてるんだけど、遅刻なんだけど。全然行く気ないんだけど、今日忘れたわ。3時面接忘れたわ。管理してもらおうかな。やらないわ。レイカかアズサだったら一発やっとけよかったなと思ったけど、この3人だったら一発やったらよかったなと思ったけど、今日なぜ配信してるか分かる、はい、なぜ配信つけたか分かる、そういうことですよ。まあ入店はさせてあげるけど、正直ね、この子はきつい。いくら僕でもね、この日給2万円稼がせるのはどしなの技だと思ってんだけど、こいつ一本つけて同じじゃねえの、こんなの。しんどいわ。うちできたらあれなんですけど、完全業界未経験素人娘専門店で売ってんのにね、まあ完全業界未経験ってことが当たってるけど、美少女ではねえだろう、おめえは美少女ではねえだろうっていうね。それどうしようかなみたいな、まあ、19歳だけどもよ、美少女じゃないらしいけどさね、まあ、ちょっと M か S が聞いたら M って聞くから、まあじゃあそれやったらもうやられてこいぐらいの気分ですけど。本人には言わない、本人にはね、うちは本番じゃないですよって説明するけど、腹の中ではお前はやられてこいって思いながら、お前はとっととチンポしゃぶってやられてこいぐらいの勢いですよ、ね、だから配信つけたんだよ。しかも遅刻してるし、もう僕が面接行くのに遅刻してる時点でね、やる気ないの分かるでしょ。僕がやる気やったら遅刻なんかするわけないんだから。もう面接に遅刻するって、いや、しゃぶらせでもしないわ。講習なしです。だってレイカにもしゃぶってもらってないもん、家だけど。生血も入れたけど、喋ってもらってはないわ。ちょっとスキンシップしただけ。まあ、また家がね、二人目の嫁はんの実家の近所っていう。もしかしたら知ってんちゃうんと思いながら、すごいふざけた女やな。面接3分前なんだけど、ちょっと遅れるから、ちょっと遅れますって、少し遅れますって。向こうも焦ってくれたらいいんだろうね。来てるって言われ
今ならできるよと言ってないが、はいはい、2号は何て言ったら、でも、いや、すごい。もう、もこんじゃない。サーバーそう、サーバーに負荷かけ配信です。連絡はついてる。もうこいつ、ほんまアホやな、もう。もうアホな女と喋りたくないんだけど。こいつバカやわ、もうバカなの。だから15時からだってばもうすでに遅刻してるんだけど、その遅刻してるのにね、今10分ぐらい遅れますっていう連絡入れたところなんで、バニラ見ました。バニラ、これこいつバニラじゃないよ。こいつはバニラじゃない。抹茶パフェはね、別に頼んでもいいですよ。抹茶パフェのあるとこ行かないけど、今日ロイホに行こうかな。前は天王寺やったからね、あのチャウス山のドンキビッグドン連れてたけど、今日は難波だからどうしようかな、どこ連れていこうかな。なんでこいつバカなの、どういう出すんだろう。バカな人間大嫌いなんだけど、ほんまにね、なんでこっちから遅れるって連絡入れといてって言ったらこっちに連絡するの。バカなのこの女。あ、この女っていうのはうちのスタッフの女の子ですけど面接するだけで飯をおごってくれなんでやねん。面接するだけでデザートとかご飯をおごってもらえるのは女の子だけの特権ですよ。何を言ってるんですか。言うたよ、ね、今のところちなみにですけどね、あの連絡取ってませんけど、読み上げ、あ、そうかな。ワッチの配信アプリを、これ新しいスマホから配信してんだけど、ワッチ のアプリをダウンロードして初期設定のままだから文字も小さかったりね、あの何読み上げもついてなかったりするんだな。これ読み上げついてないと何も分かんないわ。これどうしたらいいの。遅刻というかもういないんじゃない、今日来ないんじゃないのこれ。なんかそんな気がしてきた。読み上げどうやってどこでつけたいのこれ。どこでつけないんだっけ。読み上げコメントこれか。読み上げ、ちょ誰か喋ってみて、喋ってみて、誰かコメント打ってみて。2人しかいないんだからどっちかコメント打ってみて。あなたたちがコメント打たないと読み上げ ついてないじゃない。キツネ2号さん小売山、ついたついた。レイカに振られね、どうしたらいいのか分かんないわ。お姉ちゃん持ってねえな。だいたいね、面接するまでの間に。常2号さん、後人のループゲーは安心するよ。精神入れて振られの繰り返し。そう、なんで生チンは入れれるの。おかしくないですか。なんで生チンはむしろ入れれるの。生チン入れれるのに振られるって、僕そこ納得いかないんだけど、毎回毎回。じゃあ生チン入れさせないでください、鼻から。ねえ。
生チンゲルと勘違いしちゃうでしょ僕ね。また今回のスマホもタイプ C だったんだけど、充電器どんどんタイプ B の充電器が余っていくわ。これどうしたらいい、ね、タイプ B の充電器がどんどん余っていくんだけど、アダプターだけ買って500円するんだったらタイプ C の充電器100均で売ってるからさ、それで十分なんだけど。キツネ2号さん期待だけ持たせて振られるレシウマ何なの本当に、どいつもこいつも何なのこの二十歳前後のお姉ちゃん、簡単にやらせてくれるクソビッチのくせにね、付き合ってはくれないんだけどまあ願ったりかなったりなんだけどね、付き合わなくてよくて生チン入れるから僕からしたら願ったりかなったりなんだけど、あのどの道僕生チン入れたところでね、行かないじゃないですか。そもそも行かないじゃないですか。そもそも ED でお前らごときでチンチン立つのも奇跡的なのにね、生でなくて入れたところでね、行くことがないんだからね、あの生チン入れようが入れまいがあんまり関係ないような気がするんだけど、うん、まあ、それがね、あのましてあのモノホン JCJK なら話は別ですよね。そんなね、もうなんかまあ二十歳前後のお姉ちゃんに制服着せたそんなね、コスプレプレイでね、僕は行くわけないじゃないですかね。そんな偽物のパッタモンのね、JCJK なら僕はね、行くわけないんだから。暑いわ、前も見えないぐらい暑いんだけど。キツネ2号39の女の子に振られちゃったよまたなの、またそれなの、もういいわそれもうね、19のお姉ちゃんばっかりはいいわ。まあ、まあ、またこれ、後にしよう。また今後にしよう。お姉ちゃん、5人、今、連チャンで振られてるから、これが5人ぐらい、あとお姉ちゃんに振られたのが続いたら、常に号さん、全部イベント参加しろや、ね、アイテムだけれんよ。え、アイテム、え、イベントやってんの今。マジでイベントやってんの。もうそういうのもね、あの運営はね、ちゃんと僕に教えなさい。ね。ふわっち1配信時間の長いね、大手なのにね。大手でしょうよ、僕。ふわっち1配信回数、及び配信時間長いんだから。とりあえず1回窓開けて。1回窓開けて。窓開けんの。開けたよ。窓開けた。暑いわ。窓開けた、暑いわ。狐2号さん、ゴールド免許をプレゼントしました。窓開けるとね、すごく暑いんだけど。狐5号さん、デリヘル儲かるのか。窓開けたらすごく暑いんだけど、っていうか、鶴橋の駅のど真ん前でね、あなたたちまさかなんか仕込もうと思ってんじゃないでしょうね。狐2号さん、お礼言えよ。来た、ゴールド免許です。やっは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 い。暑いわ、窓開けたら暑いわ。エアコンもったいないだろ、せっかく涼しくなったのにせっかく車内が涼しくなったのに、今の窓をね、何分間か開けてたせいでね、車の中暑なったわ。これキツネ5号さん、デリヘル儲かるのか。ちょっと待って、デリヘル儲からないですよ、そんなに。キツネ2号さん、ありがとう。デリヘル儲かんないですってばだから。ああ、いえ、こちらこそありがとうございます。デリヘルなんか儲かるわけないだろ、こんなもん広告代払ってるだけだわ。まあ、僕のうちの場合はね、安くでやってるから、まあね、多少のあらりはあるかもしれんけど、そのあらりって別に僕はそのお姉ちゃんに使ってるだけだから何にも変わんないんだけど。だから今までね、毎月30万とか100万とか使ったデリヘル代がそのまま広告代になってね、だからあのよそのお姉ちゃんが自分の店のお姉ちゃんになったって、それだけの差なんだけど、何にも変わんないんだけど。キツネ5号さん、面接の時譜だとか刺すのか。キツネ2号さん、儲からんくても精神入れれる。そうそう、儲からなくてもね、とりあえず生チンは入れれるしね、その風俗嬢たちの個人情報は全て僕は手に入れる、入手することができるからね。それぐらいかな、別にいらないわ。その面接の時はね、フェラさせないですね。面接の時にさせないです。面接終わってから、あのな、ちょっと写真撮りに行こうかって言った時にはするけど。狐5号さん、生チン入れたんか、わらわら。生チン入れた、一人は入れた。ほら、もう返事ない。なんなのこいつは。バカ、何、ほんま風俗嬢ってクソ女バカ女なの。常に号さん、レイカ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 やめろよ。レイカの心の傷はまだ言えてないわ。単価いくら、単価いくらってどういう意味。単価いくらの意味がわかんない。単価いくらって何。キツネ2号さん、聞いてる。聞いてるよ、聞いてるわ。レイカは聞いてるわ。レイカは聞くからやめろよ。
彼氏と仲良さそうにね、ね、ツーショットの、ね、写真をあの LINE のバックにしてね、ちゃんとその左手の薬指には指をはめてやがるの。バカじゃねえのクソ女、このクソビッチが。ついこの間まで十何本チンチンしゃぶってた女がね、そんなド素人の彼氏をよう、絶対精神崩壊するはずなんだけど彼氏60分いくら、どういうこと。だって料金違うもん、女の子に。常2号さん涙拭けよ。一番安いコースでもうちはね、60分1万5000円を割ることはないです。絶対 100% 60分1万5000円は割ることないです。一番高、ただ一番高い女の子でも60分、あ、でもオプションついたらちょっと話は変わってくるけど、この間の、うちのナンバーワンのね、看板が75分2万6000円と言った取りすぎやろお前と思いながら、あれ、なんで2万、え、2万2000円で2万6000円あるよ。じゃねえかよわら、うち高級店だから、どっちかやうち高級店。その子のバッグが、2万6000取ってきて、その子のバッグが1万4000、3000の4000、1万7000だったかな。64以上上げてるよ、うち言うとくけど。マジで。うん、下手しい、ほんま、あの、1万5000でも1万円は上げるから、最低ね。ってことは、その時点で64超えてるから、ね。これ指名とかついても17でも、17取ってきたってお姉ちゃんのバッグ1万1000円とかやから、1万1000円1万2000円になるからね、6割以上女子級だから。狐2号さんも10分遅刻。そうそう、10分ぐらい遅れますって送ったけど返事もないしね。で、あのうち の, あのバカスタッフの電話もないし、もう何なのこいつら、何喋ってんの、喋ってんでええけど、はぁ、しんどいな、しんどいんだけど。こいつらは人を見る目というか、人を使うことは絶対できないタイプの人間たちよね、こいつらって。でも僕ほら人を動かした方が人間だから。狐5号さんつか、いい車乗ってるな、ありがとうございます。狐2号さん、今チャンスじゃねえわ。宮迫です。谷急の交差点の信号待ちの何がチャンスやねんって。宮迫です。できるか、こんなもん。こんなもんできるわけないやろ、ここでやれてか。狐7号さん、なんやなんや、あかんかん、もうあかん。狐6号さん、1万円、5万円、10万円、運命の分かれ道、1万円、5万円、10万円、運命の分かれ道。狐2号さん、出ろ。なんやなんや、何で出れねえわ、車住んどるやないか、これで、なんで今日日曜日やからって君たち何、何、ちょっと閲覧多くないか、今日。今日多くないか、閲覧。ちょっと多くない、多すぎくないか、閲覧。ちょ、やめろよ。やめろよ。狐5号さん、俺は10分1000円の風俗でわら。何、10分1000円の風俗って。60分6000円、安っ。マジか。遅刻だわ。今日来てんのかな、来てるかどうかも分かんないね。はぁ、閲覧9人とかおかしいだろちょっと君たち JRA ぐらい知らんさいよ。もう3時よ、3時。今日僕何5000ぐらい買ってるから、もうあのやめた。4000ぐらいかな、もうやめた。メインレースまで届かなかった。狐5号さん、しかもブサイクな匂いまんなめてんだぞ。狐2号さん、花火来るかもよ。マジで花火来る。狐2号さん、いつものあれ言っとこう。いつものあれってどれ。君たちバイトぐらいしたら、日曜日なんだからね。日曜日だから休んでいいとかおかしいからね。君たちでこんなね、クソ配信見てるような君たちはね、日曜日こそね、アルバイトでも行きなさいよ。どうせ普段何もしないでゴロ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 引っこもってんだろ、君たちはね。中卒無職の童貞引っこもりニートどもが、この野郎ね。狐2号さん、仕事しろ、仕事。閲覧増えた。増え、おかしくない。ああ、増えた、減った、よかった。2桁とか言っちゃダメよ、こんな配信に。狐6号さん、1万円、5万円、10万円、狐5号さん、俺は平日は休日。1万円、5万円、10万円、運命の分かれ道。僕は毎日休日ですけどね。まあ明日キャリア。狐2号さん、チャンス、宮迫です。できないわ、だからこれ隣の車のお姉ちゃんめっちゃこっち睨んでるから、怖いから。なんか睨んでんで、めっちゃ隣のお姉ちゃん。今出たら引かれるわ。狐2号さん、早く。早くじゃないよ、シングル矢印ついたやろ、直進。狐5号さん、キャバはやらないのか。キャバはやらないな。狐6号さんも、持ちぬ霊化も持ちぬ霊化も持ちぬ霊化、ね、最初と最後はいいけど、真ん中いらないって。それ真ん中が NG だわ。狐5号さん、年収いくら。年収僕ね、20万円ぐらいですよ、年収はね、うん、全て経費だから、全部経費だから、全部経費で消えるから。狐2号さん、安よ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 。あ、年収、うん、やって、うん、そうやな、
年収僕の小遣いって何、僕の小遣いって何かね。だってあの風俗呼ぶのも仕事の一環だとしたら、僕の年収っていうのは実質ゼロなんじゃないの、っていうかマイナスなんじゃないの。年収マイナスで経費倒れしてんじゃないの、全てが経費だから、ね、キツネ2号さん、そうキング牛丼も経費だし、費ね、昨日食べた焼肉も経費だし、あの何だったっけ、あの黒毛和牛も経費だしね、あとこの間のあのサーモン丼も、あの激辛担々麺うどんもね、全部経費だし、うん、なってくると僕の年収ってないんじゃないの、マイナスなんじゃないの、貯金飛び崩してんじゃないの。キツネ5号さん、こりゃ税務署だな、わら。何が税務署が来ても、だってあのほら総売りがあっても経費がほとんどで、うちは経費倒れしてね、株式会社の収益もないしね、個人事業も赤字だしね、あのデリヘルも届け出しただけでね、電話の一本も鳴ってなくて、女の子もゼロだからね、大赤字だからね、だから税務署が来ても無駄ですよ、ね、来ないでください。これちょっとヤバくない、キツネ2号さん、とりあえずミエチャットに通報だ。ミエチャットに通報やな、おかしい、これ自動なんで自動延長になってるの、バカなの。君たちがアイテムくれないからね、あのポイントがないから自動延長なんかできないからね。キツネ6号さん、プライベートビーチで冷活き焼肉を深いわよ。なくなった、それなくなった。まず第一に冷化がなくなった。キツネ8号さん、自動ポルノ。なんで自動ポルノなのよ。キツネ5号さん、2号さんなんていう名前の風俗店ですか。いやいや、誰も知らない。キツネ9号さん、店長面接終わった。面接ね、あの僕が遅刻してるんです、うん、で10分ぐらい遅れますって LINE 送ったけど返事がないんだけど、これ今日来ないんじゃないの、来ないんじゃないかな、来ないような気がするんだけど、来なかったら来ないでいいんだけど。キツネ2号さん、こんなに閲覧いるんだから延長しろや。延長しないわ。キツネ9号、39歳、かわいいかよ。この19歳はね、キツネ8号さん、なんで配信してるかっていうのを考えたら分かるでしょ。キツネ6号さん、僕がね、面接配信を初めてつけたってことはね、あの、お笑い、ふさっさーよっしゃっしゃーよっはーいね、僕が面接配信枠つけたってことはね、あの、何も売る気ないってことですよ、わかりますか。そんなもんね、面接配信で女の子の顔落としてもたら、見えちゃった出したらバレるだろう、どこの店か、うちが。キツネ2号さん、面接配信中もアイテム来たらお礼言えよ。それでも配信をつけてるってことは、もうこの子はちょっと僕は売るのはちょっと難しいなと思って判断をしたってことですよ、わかりました。キツネ9号さん、風船ナイス。風船ナイス、そんなお姉ちゃんおったんだ、そんな配信のお姉ちゃんおったんだ、あのお姉ちゃんまだ元気してんの、予算捕まったし、配信会もなんか変わるね、だいぶね、まあ、いいんじゃないの、ね、やっぱね、キツネ5号さん、侵入は雇うな、平和な配信してる人にがね、報われるべきなんですよね、こう、こじきもせずね、うん、あの相手もね、こう1年半やってよ、キツネ6号さん、救急車呼ぼっか、1年半配信して、僕ビタ1問もらってないんだからね、今夜は診断かな、キツネ2号さん、後人も捕まったら話題になるかもよ。捕まったらちょっとやばいわ、その話題はやばいわ。キツネ8号さん、朝比奈エミリ雇わないの。いや、雇わない、まあまあ、風俗嬢だから雇わないじゃないんだけど、入店はね、どうしようか。エミタンはね、事務所のことベラベラ喋りそうだから無理だわ。いろいろと喋っちゃう人でしょ、あの子。ね、あんなの使えないわ。お客さんとこ行ってなんか悪態ついたりとかして、なんかもうクレーム処理がしんどそうだからもう嫌だわ。キツネ2号さん、ね、祝電の嵐になるよ。別の違うグループ店行って、そうそう、祝電の嵐とか、ね、キツネ9号さん、ゆかちムカつくから風呂に突っ込もうわら、ゆかち、ああいそうよね、ゆかちってなんかあのソープ場にいそうなタイプよね、本当に。あの東京のほんまものまだなめ学園におるなぁと名前たかな、あの現地名忘れたけど、本名があーちゃん、言っちゃった、本名はあーちゃんの方はね、うん、いますよ、本当にそっくり、もう見た感じもそっくりで、あのデリヘル嬢やけど、僕匂いで分かるから、あ、この子ソープ経験あるなっていうのと、あ、子供産んでるなっていうのは大体分かったけど。キツネ8号さん、あざまーす。あざまーす。キツネ2号さん、人すごいな。まあ、ナンバーだからね、
今日久しぶりに天気がいいから爪8号さん宮迫してくれないのかな。いやいや宮迫できないでしょ。爪5号さんただで使わせろ。ただで使わせろどういう意味。爪9号さん玉は巨乳で風俗向きだな。あのぽっちゃり爪2号さんクラクション鳴らして良さげよね。前の信号が青になるんだけどここ進まないからね。なんでこれ12人もいるの君たち、おかしくない、ね、なんでこの配信で12人も見てるの。競馬しなさいよ君たち、競馬ね。もう11レース12レースやってんじゃないの、そろそろね。もう今日僕できないんだから。船6号さんバーニラバーニラ高収入、ね、もう前半で5000円儲かったから、ね、今年一番の盛り上がりかもよこれ今年一番なの。さとみがいいな。え狐9号さん陸郎おじさんのケーキ買ってきてわらわらわら。さとみあれもなんか風俗場にいそうよね。あれであれ激安店のなんかあのデリヘル場にいそうよね。リクロおじさんのケーキ、また今度ね。なんで15人もおかしくない。常2号36人だぞ。どうしたの、何なの君たち。常2号さん延長しよう。延長はしないよ。延長はしないけど、もう着くんだけど。もう着くんだけどね、ぴったりやなこれ時間が。あの、ナンバーの交差点ですここね。待ち合わせがそこを左曲がったとこなので、ぴったりでしょ。ね、客寄せるだけ寄せといて、ね、狐10号さん面接いつ。いや面接15時からだったんだけど。狐2号さん次枠またいつもの3人。そうでしょ、どうせまたそうなるんでしょ。もうそれだったらいいわ、もう、うん、それだったらいいわ。狐9号さん面接上配信者にさせよう無理だろ、それは無理だろ。そんないきなり今日配信始めた女の僕と一緒に配信始めたこの子風俗嬢やってバレるかな。狐10号さん終わったの、これから。いやこれからなんですけど、もう20分近くも知れないんだけど。狐6号さん冷夏だよ。狐11号さん次の信号見て俺いるから。狐5号さん面接でケツ穴舐めさせろ。狐2号さん宮迫です。そう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 、ね、いうことでね、ありがとうございました。たくさんの人見に来ていただいてありがとうございました、ね、もう題名だけ釣られた13名の方々、キツネ10号さん面接配信するの、キツネ9号さん YouTube おもろかった、キツネ2号さん窓開けて。いやもう暑いからまだ開けないよ。だからもう投げなくていいから、もうもう投げなくていいから、もうアイテムとかもうどうせ君たちが投げる、ここの枠に投げるね。君たちのアイテムだってどうせね、風船かメガホンなんだからもういらないから。ありがとうございました。ね、ありがとうございました。狐5号さんありやした、ありやした、ありやした。狐2号さん大花火投げようと思ったのに。絶対君たちが大花火なんか絶対ないわ、ね、ということでね、ナンバーがまでの配信でした。いやこれからもし合流してあのタイミングがあれば枠開けるかもなのでね、あのふわっちは見といてください。ふわっちは見といてください。キツネ11号さんぽい。あ、何これ、あ、なんかアイテムあります。キツネ5号さん俺の股間花火。キツネ10号さん隠し撮り素人の笛らが見たい。あ、素人の。キツネ9号さん面接場回してね、わらわらわら。面接場回すってどういうこと。狐2号さんお礼が雑、やり直し。何がチョコ玉屋。うん、ありがとうございました。狐10号さん花火用意したよ。狐、ね、11号さんチョコボール、ね、お時間です。さいなら、ありがとうございました。いや、おれへんのじゃん俺。ちょっと今から連絡するわ。いないんじゃねえの今日。いないんじゃねえの、来てねえんじゃねえ。